皆さんこんにちは、日本デザインの坪田隈です。今日はですね、人生100年時代にどんな時代でも生き残る仕事の3つの特徴ということをお話したいと思います。どんな時代でもこのスキルだけは必要っていうのが、もし3つあるとしたら、これを聞きのあなたは何だと思いますか？この動画はですね、前回他の動画で AI ロボットの時代になくなる仕事の特徴っていうのをね、お話しさせていただいたんですけれども、そのなくなる仕事に、対しての動画っていう部分もありまして、ロボットに任せておけばいいスキルと今後必要になってくる人間側のスキルっていうのは違うものになるよう、じゃあ何が必要なのっていうことをですね、お話しするので、ぜひ最後までお聞きいただければと思います。はい、ではもう早速内容入りますけれども、今後も生き残っていく仕事の特徴3つです。1つは創造性、2つ目は協調性、3つ目は企画力。では1つ目、創造性についてですね。今後言われたことだけをやるということはですね、どんどん AI とロボットができるようになります。AI なんかはね、もう先読みもするようになるんで、そういう簡単なルーティンワークっていうのはどんどんなくなるって話なんですが、将来なくなる仕事というね、別の動画で紹介した内容で、単純作業とか計算とか分析っていうのは、ロボットや AI の方がヒューマンエラーもなくね、どんどん正確にやってってしまうので、人間はそういう仕事からどんどん外されていくよというお話をしました。で、生き残っていくためにはですね、そういうロボットをマネジメントできる側になるということが必要になります。じゃあ人間に求められていることっていうのはどういうことかというと、創造性という回答にはなるんですけれども、人間は、ロボットや AI を今後使っていくにあたって、ロボットや AI が自分たちでその計算能力とかをね、どういうふうに使ったらいいかっていうことまではさすがに考えられないんですよ。なので人間が今後やっていくべき仕事、なくならない仕事を今後もね、生き残っていく仕事っていうことで言えば、映画監督だったり医師だったり美容師だったり研究者、ミュージシャン、コピーライターとかね、そういうお仕事、あとうちが教えているそのデザイナーとか動画のね、クリエイターっていうこともその中に入ってくると思います。で、2つ目は協調性なんですけれども、社会の中でね、働いていくなら必要不可欠って言われる部分ですね。協調性の高い人っていうのはコミュニケーション能力に優れていて、支え合いや助け合いの精神に長けているっていう傾向がある。それを協調性って言うんですけれども、例えば組織や業務全体のことを優先して考えて行動することができたり、自分やチームの長所短所を踏まえつつね、その組み合わせの移管によってね、全体の生産性を上げることに取り組むことができると。あと主張が異なる人ともしっかり向き合うことができるっていう、いくつかのね、特徴があります。ですので AI やロボットが出てきたとしても、その協調性っていうのはね、ロボットには置き換えができないので、ですので人間が今後、人間の仕事っていうのはね、人間生きてる限り全員分仕事なくなるってことは基本的にないので、同じ人間同士が働くときに協調性が高い人っていうのは今後も生き残っていく、むしろね、そういったところの方が評価されていくんじゃないかなと、自分は思っています。で、3つ目、企画力です。自分で新しい物事を立案し、計画遂行までできるということですね。これ1個目の部分ともちょっと近いんですけれども、その AI やロボットがどんどん増えていくとしたら、それを使ってね、どういう企画をうまく成功に導けばいいのかっていうことを考えられるような能力ってことです。なんで企画力とは、隠れた課題を見つけ出す力だったり、全く新しいものを見つけ出すよりも現状の課題を解決するような施策を見つける力、自分から企画をアウトプットできる人が強いよというお話です。はい、ではまとめですけれども、この動画でね、お話ししていく今後も生き残っていく仕事の特徴ということで3つお話ししました。創造性、協調性、企画力。これはですね、すべての業界を横断しても通用する能力ですので、あなたがね、転職を考えられているときに、この3つの視点を持って働いてもらえると、今の職場でもね、スキルを身につけたりとか、例えば転職して次の職場に行ったときにも身につけられるっていうことで仕事を選べるようになると、あなたのキャリアはどんどん右肩上がりでね、ちゃんと積み重ねができるお仕事ということが言えると思います。どんなにね、ロボット、AI とかが進化して、社会が変わったとしても、人間が考え続けて臨機応変に対応していくっていうことの必要性っていうのは今後も変わらないと思います。ですので、多様化する社会の中でも生き残っていけるように、この3つのスキルをね、ぜひ磨いてもらえればと思います。最後に簡単な枠をお付けしておきますけれども、あなたが今の会社で身につけているその仕事だったりスキルの中で、例えばですけど、今日の3つの中に、あるものがどういうふうに育てられているか、もしくはこの3つじゃなくてもいいんですけれども、私が今やってることはね、他の仕事でもこういうふうに生きると思いますっていうね、
皆さんのご意見もあると思うので、そういったものも挙げてもらえたらなと思います。とにかく大事なのは AI とかロボットとかも時代がどんどん変わっていって、人間がねやる必要がないって言われてしまっているようなことはどん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 自動化されたりします。ですので自動化されるお仕事の中にあなたの仕事が含まれてないっていうことがとても重要になりますので、そういった視点でね今後もぜひお仕事選んで楽しく働いてもらえたらなと思っています。今日の内容はねこれぐらいで軽く終わらせておきたいと思いますんで、ぜひ、軽くね終わりましたけれども重要な話ですのでしっかりと取り組んでもらえたらと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。大坪でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは社長から見る転職情報や幸せな働き方についてできるだけわかりやすくお話しています。見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録と隣のベルマークのクリックもお願いします。コメントと高評価もお待ちしております。また、LINE アットでは幸せな働き方をするための考え方を発信しています。悩み事の相談や質問にもお答えしているので、概要欄よりチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。